大石まどかチャンネル。大石まどかです。大石まどかチャンネルをいつもご覧いただいてありがとうございます。今ですね、長島温泉に来ております。1日2回のショー、頑張って歌っております。三重県桑名市の名家といえば、この安永餅、はい、これはですね、お餅にちょっと焦げ目がついて、こう焼いてるのかな、中にね、あんこが入ってるんですよ。これがめちゃめちゃ美味しい。私のマネージャーの長谷川くんが大好物です。イエーイ。今回はですね、全国国道制覇への道のコーナーで、国道を目指したいと思います。桑名市にある国道は258号線、421号線、475号線がありますが、今回はこの258号線と421号線が交差をしているところがあるので、そこを目指したいと思います。長島温泉を出発しました。皆さんのこっちか、見て桜。こちらは長島温泉の遊園地です。ひゃーというジェットコースターに乗っている皆さんの悲鳴がこちらからも聞こえてまいりますけれども、私はジェットコースターは嫌いなので乗りません。はい、今から出発いたします。距離はですね、そんなに遠くないんですよ。ここから、ナビで行きますと 9.4 キロになってます。そうですね、20分ぐらいな感じで、この間の青梅よりはね、だいぶ近いですね。はい、こちらの桜はまだつぼみでそんなに咲いてない。このね、長島温泉は長島温泉と、まあ、ホテルも、いくつもあるんですよ。遊園地もあって、それで、アウトレットは多分日本一大きいんじゃない、ここ。まあ、日本で3本の指に入る感じかな。そう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 。そして、ゴルフ場もあったりするんですよ。ナイターゴルフ。それで菜花の里っていうところがありまして、そこでまたね、いろんなね、焼肉屋さんとか、中華とか、イタリアンとかの、おしゃれな可愛らしいお店がありまして、で今はですね、イルミネーションやってるんですって。私も行きたいなと思うんですけど、2回ショーをした後はなんかね、年ですかね、結構くたびれちゃって部屋に閉じこもりっきりになっちゃうんですね。それで行きたいなと思うんですけど、まあ、帰るまでまだそうですね、何日あるかな、1週間ぐらいありますから、一度ぐらいは、イルミネーション、それこそ日本一のイルミネーションと言われている菜花の里のイルミネーションを見に行きたいと思います。今日はちょっとね、曇ってた、花曇り。明日は雨が降るらしいんですよ。でね、今ちょうど春休み時期なので、学生さんもすごい多いんですよね。あと家族連れ、お子さんも連れて、家族連れとかの方たちも多くて、あ、これ見てください、桜並木映ってる。あ、綺麗に映ってるやんか。あ、
道を抜けないと桑名市っていうか街中に行けないんですよ。だからこの道を毎回抜けてからちょっとこう外にお買い物とか行ったりするんですけど、以上。ここからですね、23号線に入ります。23号線はですね、鈴鹿に行った時におにぎりちゃんをね撮ってるんですよね。今日ねすごいオールバックでしょ。ショー終わった後に、のだからこんな髪、おでこがテッカテカテッカテカ、ありました、おにぎりちゃんね。これですよ、こっちでか、あ、こっちで映ってるのか。23号線ですね。これちょうどね、時間が帰宅時間なのでね、結構車も多いんですよね。これは何ちゅう川、長良川か、長良大橋ってか、揖斐長良大橋だって。ここちょうど帰宅ラッシュですからね、車が多いですよ。じゃあ安永餅メーカーを食べたいと思います。あれ減ってない、これ減ってるさっきちょっと食べちゃったんだよね一口食べちゃったんです、ビーを、ほら食べちゃった。おいしい、安永餅。ね、あんこが甘すぎず、これこしあんじゃないんですよ、粒あんが中に入ってるんですけど。これ何個買ったの？3つ？あった2個。いや、うんじゃなくて他2個は、あ、部屋にあるの。なんで1個しかくれないの？あ、美味しい、やっぱり。3つでいくら？360円。あ、1個120円だって。帰りに買って帰ろうかな。一気に3つぐらいいけるね、これ。いっぱいね。歌った後はお腹すくんですよ。だからこういう甘いもの食べたくなるんですよね。完食。5kmぐらいですね。もう10分ぐらいで着いちゃおうかな。なんか着くところによりますと、なんて言ったっけ、交差するところは、こう、なんて、降りられないんだよね。バイパス、そう、バイパスだから本当に車でこう通る感じのこうおにぎりちゃんを映像で撮る、なんか写真は撮れないね。バイパスだから車の通りが多分激しいから降りられないと思うな、この時間。そう思います。綺麗ですね、空がね。皆さん見えますか、空。
見えないか。見えないね。大石まどかチャンネル。